さんこんばんは。こんばんは。ゆうこさんはドツです。あ、ドツ。ニンニンさん怖いとは？怖いでしょ、怖いでしょ。簡単に捨てるんだよ、簡単に。恐ろしい。さとこさん、和戸さん、おはよう。通知で起きたショー。ごめんごめん。なんだろうこれ。眠いよ。ぐっすり寝た。ひとしごきさん、おはよう、おはよう、おはよう。なんかさ、鬱っぽくなると寝るよね、人間って。鬱っぽくなると脳が拒否反応を起こして寝るよね。寝ないとやばいぞ。おお、秋俊弘隆ありがとう。秋俊弘隆に花火抱いた、初花火、ありがとうございます。いやいや、まあ女は星の数ほどいるんだけど、俺が手に入れたい女が何人いるのかって問題じゃん。
女は腐るほどいるよ、女は。でも俺がグッとくる女は何人いるかっていう話になってくるわけですよ。あれさ、こんな中途半端に捨てられるんだったらさ、何だったのっていう、ひどいよね。ちょっとられたね。まあ急だね。打ち合わせしてるときに急に昼になんか LINE 来たね。急だったね。なんか計画的だったんじゃないかと思う感じがするもん。あ、そっか、秋俊弘隆もそうか。なんか見切りあいつらいいよね。俺がグッとくる女性どんなんだろうね。金髪にしたからもあると思うよ。でもそんな些細な理由なんだっていうのもあるじゃん。いやだからそういうことでしょ、米粒さん。いやあなたの言ってること正しいよ。自分の気に入らないものはいらないってことだよ。だからそんなもんなんだよ。もういいよ。いや正しいでしょ、そういうことでしょ結局。女はみんな諸葛孔明リツイートしてもいいですかそれ。女はみんな諸葛孔明意味不あ、でもあれだな、偉いなアメ人は。そういや自然と勝手に乗り越えてるもんな。そういえば気づかなかったけど乗り越えてるな。ちょっと怒りにも似た感情が湧いてくるんだよな。どちらかっていうとね、別れてショックとかじゃなくて、なんかふつふつと怒りが湧いてきてるんだよね俺。なんだったんだろうみたいな。何かしらの繊細なことっていうかね、もうね、俺はね結構頭に来てるんだよ。そんなもんかよっていう、お前の言う一緒にいようってそんなもんかよみたいな。そう思わない？その言葉の軽さにムカつくんだよね。言葉のペラペラさにムカつく。そういうことじゃない。自分が尽くしたとかも思わないし、それはお互いのことだからそういうことではない。そうじゃなくて、そういう軽い言葉を、その重い言葉をそういう軽く扱うなよって、それができないんだったらっていう。2ヶ月間は2日で4リットル近くウイスキー焼けたので荒れました。いや俺ね、今回ね全く荒れないんだよね。全然悲しくなくて、
本当にね、なんかさーって引いた感じなんだよね。何これとか思って。なんだこれみたいな。なんかすげえ萎えた。引くわみたいな。でも別にきつか当たってないけど。じゃあ簡単に別れるじゃなくて、そんなこと誰も言ってないから。まあもう無理だろうね、うん、そう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 、まあまあうちのリスナーだったらもう想像つくでしょ。要は俺のこと潰したいんだよあの女は。のりこは俺のことをぶっ潰したいんだよ配信者として。もう心底あの腹が立ってるから俺は今。あ、ドクター M さん面白いよ。人気コンテンツだよ。原因はまあドクター M さんっていう人とコラボが決まって、まあいつもの通りだよ。もうドクター M さんとのコラボが決まったって言っただけでもうみんなピンとくるでしょ。そうで、俺としてはもうそれでもう二度と来ないって言った。いや、やきもち嫉妬でだと思うよ。だけど俺からするともうこのくだりもうずーっとやってるわけよ。付き合った時から今までは違うだろうとかこうだとかより戻そうとずっとやってたの。いや俺は配信者だとか最初に言ったろうとかもう全部どうでもよくなった。あっそうで終わり。俺の中ではなぜコラボするって、コラボしない配信者いる？なぜコラボするのかじゃなくて、コラボするのが当たり前だから配信者からすると。逆になぜコラボさせないんだよ。うん、いや、それでもいいんだけど、もうどっちでも一緒、俺からすると。くだらない。いらない、はっきり言って、そんなやつ、うん。うちのリスナーにもいらない、そういう人間は。要は、俺のやること邪魔するんだったらいらないから、俺からすると。ただ黙って応援してればいいんだ。腹立つわ。コーヒー買ってくるわ。いや、旅配信再開するよ俺。もうのりこいねえんだから関係ねえから。ニンニさん、誰か説明して、のんちゃんは誰かとコラボしたのかな？
つぶさん、かずみちが DRM とコラボしてのりこがおこ。なぜ怒る必要がある。で、あさん、かずみちが女子とコラボするから嫉妬してまたいつものパトーンになったんではないと。にんにさん、コラボってリアルにあったの？やめて、さん、それソースあるの？ベーツブさん、のりこが、かずみちを信用してないんだよ。ルナさん、ベイビーはうんこ？いとしごき、さん、のりこキモい。さんや気持ち焼きだからね。2に3しとする気持ちはわかるけど、配信者と付き合うってことは理解してないんだよ。はあ、腹立つ。ベーツブさんという話の流れ、実際は何があったのか謎。ジュールさん、キャバクラ行く男は嫌だって感覚ですね。チャオチュールさん、うんち。JK お散歩さん、うんこ。メトロ地下鉄内さん、はどつ。いやー、それそれそれ、結局チュールさん、それそれ、キャバクラ行く男は嫌だよ。でもはっきり言ってるけどね、俺キャバクラの例えで言うなら俺ボーイだから、キャバクラの例えで言うなら俺の店だから。そうじゃないの、もう全否定なんだって。俺がキャバクラを趣味で行ってるんだったら許されるよ。俺はキャバクラを経営者だったらどうよ。でしょ、おかしいでしょ、そう考えると。いや、それもともと知ってただろうお前っていう。考えられない。だからもういいやとっていう感じよ。俺がなえたんだよね、さーっとなえた。あ、そうみたいな。引き止めると思ったら大間違いだよ。いや、俺はあの配信が一番だけど、その他のことの2番目は全部のりこにあげてたつもりだけどね。1番はリスナーと1番は配信撮ってきたけど、その他の全部を俺はのりこに捧げてきたと思うよ。でも、のりこが2番目が配信を傷つけるんだったら、俺は2番目捨てるよ。
もういい。配信があれば俺はそれでいいんだ。俺の中のアキラ君とヨハン・リーベルとか騒いでるんだよ。俺の中のヨハン・リーベルとか、もうノリコいらないって言ってるから。わかる？浮気なんかしないよ。本当だよ、メトロさん。本当だよ。むしろ DM でドクター M さんとかアグリンに、普通女性だったら仕事でってよろしくお願いしますって挨拶の DM 送るべきなんだよ。やっと言ってくれる人が現れた。やっと言ってくれる。多分リスナーでいるよ、うちのリスナー礼儀正しいから。あ、今度はどう？だって向こうのリスナーさんから DM バンバン来てんだもん。楽しみにしてます。よろしくお願いします。ドクター M さんをって。彼女がそれをやらないんだよ。うちのリスナーさんでも絶対いるよ。あの、私、和道さんのファンなんですけど、ドクター M さん楽しみにしてますね。よろしくお願いしますって。それが普通なんだよ。それが普通なんだよ。まさにそう、メトロさん。配信を支えるとか、パートナーを支える、そういうことは、俺は強要しないよ。一回も言ってないよ。ほんとそれ。あ、腹立ってきた。だから、もう終わり。小さいんだ。大きな顔してればいいっていうのは小さい。そうじゃないでしょって。そういう小さい話をしてないから俺。頭くるわ。そう。まあまあそこが魅力でもあったのは事実だけどね。うん。まあまあそうだね。うん。その通りだね。本当だよ。毎回誘ってるんだよ俺は。毎回。どんな時でもだよ。ミーティングですら誘ってるんだよ俺。で、ミーティングのスタッフさんもみんな心よく受け入れてくれんの。なんでかっていうとリスナーさんだから、もともと。のりこさん来ていいですよとか、のりこさん電話で変わりましょうかって。俺とドレさんだったら知ってるよ。あのドレさんと飯食ってる時、のりこがいつも発狂して、誰といんの、女でしょって言って、ドレさんに変わるくだり、ドレさんは毎回やってくれてるから、のりこ俺だよっつって、わかるかっつって、ドレさんだっつって、向こうから3人ぐらい来てるからね。DM とかその問い合わせが。カメラのこういう話してもらいたいですとか、M さんのファンで、こうでって。ほんとだよ。俺これで飯食ってんだもん。みんなからご厚意で花火いただいてんだよ。人気商売なんだよ、これ。本来のこと言ったら、のりこと付き合うっていうことを公表するのが、ここで公表するのが、どれだけ誠意あって、どれだけ勇気あるかだよ。みんなどれだけ隠してるか知ってるでしょ、みんなだったら。のりこにとって、俺は配信一番にしてるけど、俺は、のりこを映すっていうことは、彼女ができましたっていうことはさ、どれだけリスクのあることかみんなわかるでしょ？普通だったら人気商売なんだから、女から金引っ張るためにさ、隠すよ。そう思わない？映ったらダメだよって。俺が配信つけてる時来んなよって。それが契約ねっていうのが普通だよ。思いません？俺は正々堂々やってきたつもりだけどね、腹が立つよ本当に。いや自由にやるよ。うん、もう本当に怒りしかないね。なんか悲しい。なんかいや、だから俺が200人とか100人とかどんどん閲覧止まってきてんじゃん。はっきり言うよ。俺、あいつらよりも面白いから、悪いけど。もう2年間前ゆっくり休んだからいいよ。もう飛ばすよ、俺。
俺がいかにモンスターかっていうのをみんなに見せてやるよ。ふざけやがって。まあ何も言ってこないから飽きたんでしょ。減らってないかな。とても美しくない感情だよね。もういい、もういい、もういい、もういいよ。もう終わったから。もう終わったから。もういい。恋愛相談とつまちやる。恋愛相談とつまちやるわ。恋愛相談とつまち。じゃあとつまちやります。一回閉じます。おつー。